今回は、体内に虫が入ってる死のが明らかに悲惨すぎることに気づいてしまった読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。こいつ子供の頃嫌いだったけど今は生まれた時から体に虫が入ってるってかわいそうだ。ヨナ戦闘とかに入らないでほしいと思えるようになった。ここまでしてるのにそんなに活躍しないなんて。だから兄影様が活躍持った。死の万能すぎるし強いから出番減ったと思った。キモい上に書くの大変なのも理由にあると思う。まあ子供受けはしないわな。虫に抵抗なくても体に入ってるとなると別だろ。キモいってばよ。味方としてはだいぶ強いが書くのが面倒な割に虫だから受けは良くない。ボルトでこいつ結婚してないよな。血筋耐えた方がいいと思う。むしろなんでめちゃくちゃ強いのに扱いにくいんだってなってた。服の下から出てくるとかならまだいいけど鹿から出てくるのは必死ってなる。強いし便利なのはわかるけど明らかに味方側の能力ではない。弱い要素なかったのになぜか出番が減っていったな。チャクラを体内で虫にするとかならともかく虫が常備されてるから近くで見てたらたまに皮膚がうごめいたりしてそう。ナルトもサスケも少年編からシノは強いからなって思ってるのなんか好き。サスケ奪還編でもナルトがまずさそうならシノだろって名前挙げてたな。強さを明確に表した描写がないからええー、ってなった当時、サスケがシノに行ったあんたが来る頃にはこっちも終わってるだったかが好き。この試合の決着見てると活躍させられないのもさもありなんていうか、勝ちとか負けとか以前に虫使いとは単純に戦いたくない。白眼使うたびにこいつの体内でうごめいてる虫見せられるのに仲良くやってる日向星人かもしれん。真珠を食い荒らす虫がいるとかそんな感じで強化しろ。十尾の分裂体を内から食い破ってた虫もいるしやろうと思えばその強化普通にできそうなんだよな。第二部での活躍が思い出せない。ついに見つけたぞ新種を。そもそも出たっけってなる。サスケ奪還ではブラれたのめっちゃ根に持ってた。奪還に参加してたら楽になってそうだけど最初に二郎棒のドトンで封じれるとこは変わらないだろうしあのチャクラ吸収とめちゃくちゃ相性悪そう。腕が飛ぶ虫に全身覆われ力から転げ落ちる体内から一瞬で食い破られるどれを選ぶ？大群系能力はバランスブレーカーになりがちだし作画も大変になる。チャクラを食う虫って大筒木とか関係ない？本当にまともな生き物？あの世界原生生物の方がおかしいの多いじゃん。広範囲に探知できて広範囲に探知妨害できるのが便利すぎる。触れたらアウトな虫もいるし使い勝手が良すぎる。柱間細胞でも殺しとるね虫。こいつの活躍しない最大の理由が作画なのがひどいよ。アニメだと江戸天使たトルネとか日向がいる八班なのもあって出番は多い。卑劣様にグロ要素を追加したようなキャラは少年誌じゃちょっとね。アニボルなら発光しながらシャカシャカ雑巾がけする姿や一人でぬいぐるみに話しかける死の先生の姿が見れるってばさ。残像の部下の油目一族が使っていたナノサイズの虫なら見た目問題なかったのに。漫画家を殺すアニメーターも殺す。こいつの術じゃなくて一族の術だけど虫ジェミングの術はどうかと思うネーミング的に。シノって教師になって出番たくさんもらってなかった？ガーラとこいつが同じ絵面にいたら格の投げる。ゲームだと全部強キャラと聞く。激人だと虫攻撃の度にいちいち変わり身リソースのチャクラを吸ってくから地味にうざかった。ザクの立てたスレ。腕の穴に虫詰めたから技使おうとしたら腕もげるよって割りかしこの漫画のターニングポイントじゃない？見た目のキモさと虫の大群には点穴が意味ないので地味に逆眼使いにはやりにくい想定だと思う。トルネさんのオリトンよかったよ。あなたのおかげで俺にも友達ができた。俺もねで親友ができたんだ。風がどうなったか知らないか。テイレアカードになってたのひどすぎる。アニオリでシノが大笑いする回があったな。デビュー戦ですでにもろもろエグい。実際音の4人衆を相手にしたら誰になら勝てる？とりあえずサコンウコンと軌道丸には勝てそう。タイマンなら全員いけてもおかしくない。ナルトが有能ってのはシノみたいなやつだろと認識してるって相当だな。大怪獣には通用しないけど人対人の戦いなら最上位に君臨すると思う。いかにも仕事人って感じだしな。ゲームの教室が好きだったな。出番ない分格が落ちることもない割と安全地帯にいるキャラ。アニオリのアンズのいとことの対決好き。トンに対抗できるとかなら面白かったのに、虫に変な顔が浮き出てくるのがオチぞ。虫を操る一族とは他に体からフェロモンが出る一族とかもいるんだろう多分。点穴ついたら体の中の虫がどうなるのかだよな。他の漫画で虫使いってトミーロッドとかしか思い出せん。わあ、木トンで里復興。油目一族の皆さんはしばらく離れていてください。
タユヤの笛を虫で塞いでですね。絶対親族になりたくない。ボルトの方が出番が多かった印象。実は俺は虫をくっつけていたみたいな展開以外できなそうだし。禁術、孤独の術は里が滅ぶ。デブ一族は絶対寿命短い。うちから巨大化してチャクラ配分ミスってたら自分も食い破られる虫はシャリンガンとかチャクラ乱してくる幻術使いと遭遇したらヤバくないかな。虫を操るとか以前に体内にこれだけ異物入れても大丈夫な体質の方がいいよ。最近いろいろ調べたけどどの道って長座じゃなかったんだな。一族のトップが九尾事件で殺されてるからどの道一族がどの道発言するのも割と酌量の余地があるんだよね。十兵衛忍風町って OVA でスズメバチを体内に飼ってた忍者がいたけどなんでか自分から敵のいる水の中に入っていって体をスズメバチに食われて苦しんでる間に首をはねられるあっけない最後でってなった記憶。術吸収しても虫自体は消えないし地味に大月特攻？また幻術なのか？最終章で十尾食い破る虫出してたけどつまり自然エネルギーの石化効果無視してるってことだよな。やばくね。カンクロウが助けに来たら虫にたかられてはめき散らすウコンサコンの姿が。断層の部下にいた全身細菌人間は虫使いとか通り越しても BC 兵器の類だと思う。暗部で使うのはあまりにももったいない。でも表舞台で活用されてもなんかやだ。でもかなり忍者っぽいと思う。ボルトシノって多分海中イカゲくらいの強さあるよね多分。強しキャラは動かしにくいの分かりやすい例。ナルトは評価してただろ。アニオリで里の中で虫が暴走する話あったはず。風のトルネどっちだったか忘れたけどアニオリでスレが関係のはでもられたの好き。ボルトで見た目さらにナーフされたのかわいそう。なんだあのゴーグル。ナルトの世界割と容姿独自だからゴーグルとかも音なしのに関わらず変なのつけてるのちょくちょくいる。音幻術って分かったら耳を虫で塞げばいいだけだもんな。他に塞ぐのに使えるものあると思うな。死の体感苦労の描写いろいろかっこよかった。油目一族の女忍者はナメクジとか使うのかもしれない。森の中で戦いたくねえサスケ奪還編にいたら奇襲し放題だろ。なんか虫多いなと思ったら気づけば追い詰められてるの怖すぎるな。だから別の任務でいないことになった。カトンにはめっちゃ弱そう。アニボルのアカデミー編でも暴走状態で弱体化してなければ普通に負けてたくらいには強くなかったっけ。ボルトで見た目さらにナーフされたのかわいそうなんだあの髪型。いろんな種を交配させて用途に合わせた虫を開発とかもやってんのかな。シノだけ結婚してないのリアリティあるよな。シノって牙にいじめられてたんだっけ。よく覚えてねえや。身体に虫とかキモいとか言われてそうではある。牙ニョキが。でもあいつそういうことやりそうじゃん。敵にはしたくない男。子供の頃なるとあんま知らないでアニメの中忍試験予選見てこいつが敵かと思ってた。少年サスケも素直に強さを認めてる唯一の動機。あの一族絶対モテないのに今までどうやって血を保ってきたんだ。物好きがいるんだろ。シノの親父は渋い男として需要ありそうだしシノは若干ネクラそうなのがね。強さを理由に結婚とかは十分ある世界だろうしな。ボルトアニメのゆるゆるアカデミー見てるとこの人材ここに置くのもったいねえな。生まれつき全身虫に寄生されて一生そのままなんだから食料くらい自由に決めさせてやれ。ボルトにも出てるんだって検索したらサイバーパンクちょんまげでできてダメだった。牙自体は死のうようしてあいつは今日えよ俺もあいつとは戦いたくねえよと言ってたな。牙はどっちかというと付き合い長くてスレガと親しい仲だよ。みんな忘れてるけど牙とヒナタ以外の同期と外反はスレガのことめちゃくちゃ肝がってたしナルトに至ってはシカマルの試合の時頑張って話しかけようとしていたスレガガン無視してるし、ナルトからは気持ち悪いってストレートに惹かれてネジ兄さんからもうわなんだこいつ喫書されてたしのに悲しき過去。アニオリであるのかもしれないけど原作にない描写で牙ディズるのはさすがにかわいそうじゃない？あいつ初期にナルトに当たり強かっただけでそれ以外は普通に良いやつじゃん。くれない班の中でこいつだけ今日キャラオーラ出しすぎだろ。実際今日キャラ出しサコンウコンにも多分勝てたんじゃないかと思ってる。日向索敵ができる牙索敵追跡ができて戦闘も多少できるしの索敵と追跡と戦闘が高いレベルでできる。死の相手に融合しかけたら悲惨なことになりそう。異質なチャクラに対して防衛反応云々で内側から食い散らかれそう。相当老の獣人系能力者としての真っ当な強化フォームぶりは普通にかっこいいと思うから第2部で活躍シーンがあまりにもなさすぎるのが残念というか牙しのに限らず第2部以降アスマハン以外の中忍試験主要人物みんな活躍しょうない。ビビったら負けな忍者世界で虫操るとかめちゃくちゃ強いはず。基本的に班員は仲が良いチームワークの良し悪しは命に関わるしね。
木場って日向がナルトに気があるって気づいた時若干 BSS してた記憶がある。してないよ。あいつ最初っからナルトに対して引っ込み思案な日向への心配と応援しかしてねえぞ。とりあえず女忍者はこいつ避けると思う。もう出てたけど兄織のは結構好きだった。皆さんは体内に虫が入ってる篠が明らかに悲惨すぎるについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。